こんにちは、綺麗作家の佐川彩乃です。今日はクリスマスのトナカイを切っていこうと思います。それではどうぞ。それではトナカイを切っていこうと思います。まず大事なのは目ですね。これは小さい丸を手のひらの中で半円半円と切っていきましょう。はい、半円半円ですね。そしたらもう目の周り細かいところいきましょう。はい、目が取れました。ではそうですね、鼻とか取っていきましょうか。そしてまず耳の中をやりましょう。それから顔の下のパーツを切っていきます。はい、顔が切れました。ではちょっとこのリボンのところですね、こういうところを細かいので切っていきましょう。はい、いいですね。こっちも細かいの切っていきます。はい、こんな感じで。そしたらじゃあ次にこの白いふさふさ切っていきましょう。はい、切れましたね。いい感じ。アウトラインを切っていきます。アウトラインはちょっとこういう複雑なところから切っていきます。で、ここは細切れにしてもいいと思います。
アウトラインは内側から外側へ、内側から外側へやってください。その方が安全にね、切れますね。内側から外側へ、さて取れるでしょうか。はい、できました。それでは色付けをしていこうと思います。まず使うのはトレーシングペーパーですね。これで色付けたいところを写していきます。まず目からやっていこうと思います。ここを白くしていきます。はい、そしてもう耳も白いな、白いので耳も取っちゃいましょう。で裏にして糊をトントンとつけます。でカッターの刃先で刺して貼ります。はい、うん、こんな感じですね。耳もつけ取っていきます。はい、こんな感じですね。そして細かいところをやっていきましょう。ここも白いので、これも白いのでやってしまいましょう。ではこの鈴ですね。鈴は黄色にして、ここはこう細いからちょっと気をつけながら切っていきたいですね。これも白ですが、ちょっとね、色をどんな色使うか見てみましょう。この白とか茶色とかいいな、こんな感じ。うん、これをこれにしましょう。はい、ここで切ります。これマスキングテープで留めると切りやすくていいと思います。はい、いいですね。こんな感じ。うん、この灰色良かったですね。そして鈴もつけてみましょう。黄色です。で茶色はそうですね、このぐらいの茶色でいいかもしれない。で茶色は
これはちょっと大きいので2つに分けましょう。はい、ここ入りそう、入りそうっていうところを見つけて、まず頭の上ですね。はい、これで切ります。なんかすごい形になってしまいましたけど、はい、こんな形になりました。これを裏にして色付けします。つけるときが細い線のときはすごく難しいので、こうやって糊をつけてから平らになるようにどこかにこう置いてください。こんな感じでね。そして刺してどこかなって見てあげて、ここだったら大丈夫っていうところで落としましょう。はい、OK。 そしたらぴったり、うん、貼れました。あと下のところですね、ここも茶色で貼っていきましょう。ちょっと濃淡が出るようにここ濃いところを使ってこんな風です。でまた裏からトントンと優しく糊をつけて、そしてちょっと移動させて、刺してどこかなって見てあげて、ここだっていうところで落としてあげます。はい、こんな感じです。うん、なんかトナカイな感じになりましたね。でここにちょっとあるので、ここだけちょっと差し色で緑や赤を入れてあげるとグッとクリスマスっぽくなると思います。そうですね、ここもここ黒だったんですけど、ここちょっとこうなんか切ってでグリーン入れたりしても可愛いかもしれないですね。やっぱ赤と緑があるとクリスマスって感じがしますもんね。というわけでここはグリーン入れようと思います。ちょっとしたことでクリスマスっぽくなりました。はい、これで出来上がりです。いかがでしたでしょうか。もうクリスマスの図案なんて1年はあっという間ですね。心残りなく切り絵を楽しんで過ごしていきましょうね。それではインスタグラム、ツイッターやってますのでフォローお願いします。そしてファンボックス、月々500円でブログが読めたり図案が撮り放題だったりするので、ぜひ覗いてみてください。そしてチャンネル登録をお願いします。それではありがとうございました。こんにちは、切り絵作家の佐川綾乃です。ファンボックス始めました。支援したい人は支援を、交流したい人は交流できる新しい作家との関わり方です。ブログ更新、ライブ配信、図案が無料で撮り放題、その他にも楽しいことをいっぱいやっていきます。月々500円です。ぜひ支援してくれると嬉しいです。ファンボックス佐川綾乃で検索してください。